これから株式会社レクザムの紹介を始めます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まずはじめに会社のメイン業務と会社の強みを教えてください。会社のメイン業務といえば電子プリント基板のアッセンブリーでございます。売上の約、80% 強を占めております。アッセンブリーをの仕事をするにあたってですね、基板の外観検査の自動装置をですね、社内で開発したということでございます。ありがとうございます。今回の展示会で一押しの出展製品を教えてください。はい、私どもは基板の外観検査装置の AOI 装置をいろいろシリーズ化してまいりました。で、今回は一番最初に開発した二次元の AOI ですけど、これにはAI のディープラーニング機能を積みましてですね、ティーチングが簡単にできるようにいたしました。ありがとうございます。他社製品と比較した時の強みを教えてください。はい、私どもはこの AOI 検査機と眼科用のいろいろな検査機器を作っておりまして、その関係でですね、画像処理非常に得意といたしておりますので、その技術をこの AOI に生かしております。ということで画像処理技術が勝っていることと、それによってコストパフォーマンスも上げられていると思います。ありがとうございます。最後に一言メッセージをお願いします。はい、私どもは先ほど申したようにプリント基板の実装を約50年間手掛けておりまして、国内9工場、海外6工場ございますので、長年培ってきたアセンブリの仕事をですね、この AOI にいろいろな情報を組み込めるということが強みだと思います。ありがとうございます。以上で株式会社レクザムの紹介を終わります。